ペンちゃん早く出てこないかな。あ？あ、雑草ちゃん、雑草ちゃん気をつけて、そこ。どうもどうも、小島です。今日はこちら、すみこ暮らし、集まれ、すみこタウンやっていきましょう。それでは、占いの館から、やっていきましょう。今日の運勢。これで、運勢を占ってもらいましょう。もう、またペンちゃんじゃないか。多分ね、90% 以上ペンちゃんになってるんですよ。いや別に嫌いじゃないよ、ペンちゃん。でもね、ペンちゃん変な評価、ほらね。今日の運勢、これ星5個で評価してくれるんですけど、星これ0個なんですよ。ペンちゃん、やっぱ私のこと嫌いなんじゃない？ラッキーアイテム虫眼鏡、ラッキースミッコ古本屋のスミッコ、いつも一緒だし。なんで？ペンちゃん私変なことしたっけ？はい、ではやっていきましょうかね。気を取り直して鈴木から。よし、あ、暗っ。そうそうそう、なんかまた暗いね。いつも私暗いところで終わってるね。じゃあちょっと明るくなるまでカットしようかな。新しく建てられる建物が追加されたよと書いてあるので、なんか作ってもいいかもしれんね。ではでは、そうそう、建物建てながら説明しようかな。こちらのゲームはですね、一番初めはこれ更地だったんですよ。何もないところだったんですけど、それをお家建てたりお店建てたりしてね、広げていってるところになります。お金とかね、ミニゲームで稼いだりお店で稼いだりして、それで収入を得てまた建物建てたりとかね、やっていっております。左上に住み心地っていうのが書いてあるんですけど、それですね、それが上がっていくと新しく建てられる建物ができたり、ここのタワーがあるんですよ。もうタワーにまだなってないですけど、これが出来上がります。はい、そういったゲームですね。すみっこたちが楽しく過ごしていっております。んでは、建物なんか作れるかね。あ、はい、公園の新しいものが置けますね。へい。公園ゾーン作ってるんですよ、ここに。こんな感じでいろいろ買ってこんな風に置けます。これトランポリンですね。ここに置いとこう。よし。で、ターザンロープ。ターザンロープとか絶対面白いじゃん。これもここ置いとこう。へい。他なんかあるかな？落とし穴？落とし穴？え？ 100 円だし。落とし穴100円だし。誰か落とそう。あ、ね、ペンちゃんの家がですね。ペンギンの家がここなんですよ、確か。なので、はい、ここに置いとく。ペンちゃんの隣に置いとく。んで、ここが白熊の家だったな。なんで、白熊の家のここに、そう、お掃除道具置いとこう。ペンちゃんがここ落ちるじゃん。汚れたのを白熊が掃除してくれるっていうね、そういう、あ、これ、こういう風景できるんですね。高級キュウリハウス。で、ここが落とし穴ね。ペンちゃん出てきたら落ちるから。よしよしよし。よーし、これオッケー。綺麗にしましょう。ああ、こんな感じで住み心地が上がっていきます。あれ？夜なのに、あ、いたね。モグラが出てきた。それでは、朝までカットしましょう。カット。はい、朝になりました。ペンちゃん早く出てこないかな。あ？あ、雑草ちゃん、雑草ちゃん気をつけて、そこ。おー、大丈夫大丈夫。これこの前通れるんかな。あー、しまったな。ちょっと場所変えようかな。これまだ寝とるかな、ペンちゃん。 おるおるおる。ちょっと待って、ペンちゃんがこれ多分落ちないな。ちょっと場所変えます。これを、ここにするとかわいそうだけど、この一個ずらそう。入り口から一個ずらすから、こう遠回りすれば落ちないじゃん。オッケー、よーし、ペンちゃんのところ行こう。ペンちゃんまだ起きとる？寝とる？まだおる？よしよし、おるおる。ひひ、部屋を覗いてやるぜ。ペンちゃんだけなんかめっちゃ金かかってそうなんだよ、家の中。早く出てこないかな。早く来ないかな。はい、ペンちゃんが出てきません。昼になったんですけど。あれ？
昼になったのにペンちゃん出てこないんだけど、なんで？ペンちゃん出てこねえ。白熊も出てこないね。隣の家が白熊なんですけど、二人とも出てこないですね。なんかあるんかな？あれ？出てこないね。まだいるもんね、なんか。出ろ。出なさい。出なさい。おうちのよ。出ろ。出て。出て。あ、出る出る出る。多分出る。あれ、今入り口の方向向かってなかった、ベンちゃん。キュウリもちゃんとね、前置いてるんだけどなぁ。あれ？白熊は？白熊こんな感じなんだよね。昼になっても出ない。もういい、知らん。もう知らん。ベンちゃん嫌い。で、なんか上にイベント結構待ったんだよ、ほんと。で、あ、イベントこれだ。雑草ちゃんだ。なんだこれ。手がついてる。魚。え、魚魚こちら。やっぱ出てこないね、ペンちゃん。なんでだろう。まあいいや。よし。雑草ちゃんになんかビックリマークついてるので、これ見ましょう。うん、あれ。こうかな。ライブまだかな？楽しみだね。ん？なんだろう。花か。花びらか今の。どうした？わー、あ、かわいい。綺麗。君の方が綺麗だよ。ん？おだそうちゃん登場。雑草ちゃん笑うんだ。へえ。わお。お花摘んだな。お花摘み上がった、この人たち。ああ、ああ、かわいい。かわいい。かわいい。もっと。あ、ほこりちゃんもおる。かわいい。素晴らしい。いいね、いいね。いやあ、かわいかったね。かわいかったね。ねえ。あ、ペンギン。ペンギン、あれ？キュウリがなくなっとる。え？キュウリだけ食った。ちょ、おる？いない。え、落ちた？これ落ちた？ペンちゃん。え、しかもキュウリだけなくなっとっちゃう。ああ、おった。逃げよる。逃げてる。かなぁ、かなぁ。めっちゃ逃げよるじゃん。ねえねえ、今ペン、ちょ、早っ。やばい。これ確信犯ってやつだ。ではではでは。ね、今録画時間、ちょっとだいぶ長いんですけど、多分カットするので、あの、ペンちゃんが出てくるのが遅くて。どうしようかな？何やろうかな？実感がちょっとわからんな。編集したら。デイリーボーナスはついたミニゲームがあるそうなので、それやりましょうか。デイリーボーナスって言えば、おまけみたいなもんですね。あ、ライブがある。ライブしよっかな？すみっこライブ。激ムズ？あれ？もう激ムズ遊べるんだ。こちら音ゲーですね。やっていきましょう。来た来た。雑草ちゃんは歌わんでいい？かわいい。ちゃんと尻尾ちゃんがトンカツの目の前にいるんですよ。よくない？あ、ニセツムリもトカゲの前にいるんか。あー、てかニセツムリいたんだ。雑草ちゃんちゃんと猫の前にいるっていうね。いいねいいね。てってってってて。すみすみすみ、ちょっと激ムズムズ、はい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 、やべ、余裕がない。音ゲー苦手なんでね、ちょっとね、なかなかね、たた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 た、オッケーオッケー、よしよし、落ち着け落ち着け、落ち着いてる。そろそろタピオカが登場するから気をつけなさい。てて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 、てててて、てあー、ちょっと落ち着け。点数低い。100点いってねえ、まだ。まだ大丈夫だ、まだ大丈夫。1、2、3、あ、
よしよしよし。よしよしよし。猫猫猫猫。オッケーオッケー。来た。ボーナスタイムがあったんだ、そうだ。連打だったら負け。連打なら任せな。オッケーオッケー。かっけー。よしよしよし。ハギター、ハギター。歯で引きなさい。それだけ私はもうね、めっちゃ押してるからね。よし、最後、トンカツで締めよう。パコ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 。よし、オッケーオッケー。あ、もう終わった。よし、最後も決まった。ふぅ。いけたいけた。どう？あ、300点いかんかった。あー、あと20回連打できとったらよかったんだ。連打不足でした。ごめんなさい。でもこれで1000円近くゲットできるので、住み心地も上がりましたね。んで、あとは、あれやろう。福引き。福引きって言って、まあまあまあ、ガチャみたいなやつですね。商店街の福引き。今日誰だっけ占い。あ、ペンちゃんか。ペンちゃんは嫌だな。じゃあ猫ちゃんにしよう。コスチューム引いてほしいな。これで洋服とかゲットできるんですよ。どう？どう？なんか袋がめっちゃ悩んでるけど。あの時わからんのよね。いいやつ引いてほしいな。コスチュームそろそろ欲しいな。みんなすっぽんぽん嫌でしょ？うわ、外れだ。じゃあ、ペンちゃんに引かせるかな。引かせるかな。さっききゅうり勝手に食べてたの知ってるからね。これでね、これからのペンちゃんへのね、当たりが変わってくるからね。その辺考えとってね。うん。やらかした。うわ、しかも自分用の食い物。うわぁ、もろきゅうってもう自分が好きなやつじゃねえか。もうペンちゃんマイペースすぎやない？で、白熊の福引き今回終わろうかな。はいはいはい。よし、頼みますぜ、リーダー。ダメだ。あ、かわいい。蜜葉とスズメって似合うな。はい、というわけで、今回微妙でしたね。福引き。あ、ペンちゃんあった。じゃあ、ペンちゃんに仲直りということでね、モロキューあげましょう。当たった。モロキュー。よし。モロキューってこんな感じなんだね。ここ置いたらどうなるんだろう。置けないんだって。ペンちゃん、モロキューだよ。仲直りしよう。仲もらった。福引きチケット5枚もくれたの。あ、遅かった。どう、ペンちゃん美味しかった？なでなでもしてあげよう。はい、では今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。また次回続きからやっていきましょう。それでは、バイバーイ。あ、ちょっと、画面に映らなかった。もう一回。はい、バイバーイ。